ピックでししか安定てて勝いでいしょうかあー難しい質問だな。すげえ難しい質問だな、それ。あのね、ピックで勝てる人って別にチェイスで勝てるんよね。チェイスで,チェイスで勝ててるから、そこじゃないんですよね。あの、ピックで勝てて,るって別のキラーで勝てない人って、例えばだけど、キラーパワーがないキラー山岡とかじゃなくて、そういうんじゃなくて、例えばレイスとか、 リージョンとか、あと、まあ、なでもいいや。鬼、鬼とかでもいいや。何でもいいけど、そういうので勝てない人っていうのは、それこそ、キャンプが下手なんだと思う。うん。単純に。ピックってキャンプしなくていいから。キャンプする立ち回りとか、罠つけに行く立ち回りの方が強いから。だからなんか、見つけたサバ追えばいいんだけど、見つけたサバを全部全部追ってると勝てないんですよね。そのレイスとかリージョンとかって。 そこをなんか、追うときと追わないときの判断が、やっぱり、大事になってくるキャラなんで、そこら辺って。多分、立ち回り的には、見つけたサバを追ってダウンさせて、トラウバサミにつけて、バベチリかなんかで見つけたサバをまた切って、トラウバサミにつけて、みたいな、立ち回りしても勝てるのがピックなんですよね。けど、それじゃ勝てないんで、他のキラーって。それぞれキラーに合った立ち回りプラス、 その、追う判断と追わない判断をしっかり判断つけるのが大事になってくると思う。別のキラーは。